サーモン級潜水艦はアメリカ海軍の潜水艦の艦球。ポーパス級潜水艦の拡大型といえる艦球で本球を改良してサーゴ級が建造された。アメリカ海軍の潜水艦は全球のポーパス級潜水艦の収益により多少の不具合があるもののひとまずひな型が出来上がった。1936年度の予算で P-3 型同様6隻が整備されることとなり、その機械に運用サイドからの要求を採用する形で P-3K をベースに魚雷発射管及び予備浮力等の増加が図られることとなり、その結果、排水量がベースの P-3 型より若干増加する形となった。また、建造に際しては全面的に 全溶接方式が採用されることとなった。ただし、機関に関しては全球から採用されているディーゼル、電気推進方式に対応する適当なモーターが、依然完成されていなかったこともあり、接中策として、ブースターを取り付ける複合型機関が取り入れられた。攻撃面では、全球では、 初版事情から見送られた完備の魚雷発射管が2門から4門に増強され、魚雷搭載数も24本と増加した。また、従来では専用の発射管を用いていた、機雷付設を魚雷発射管からできるように改善された。前述のように機関は、接中型となったものの、それでも、水上での最大速力が20ノットを超えるようになり、 艦隊型潜水艦としては、概ね海軍サイドの要求を満たす潜水艦となった。また、電池も改善され、水中での最大航続時間も増加した。ただ、機関が複雑な機構となったことで保守に手間取ったり、電池も100%納得できるものとは言い難いもので、あり、相対的には、カタログ値通りの性能を発揮しきれなかった。このうち電池に関しては、 地面土に建造予定の潜水艦で、以後のアメリカ潜水艦のスタンダードとなる画期的な電池が採用されることとなる。とはいうものの、全球のひな型をベースに一層の進歩を遂げた形式となった。サーモン級の名称は、資料によっては頭文字が、 S, S で始まることと、すでに収益していた S 級潜水艦との混同を避ける意味で、サーゴ級も合わせて、新 S 級潜水艦、あるいはサーモン級を、新 S 級潜水艦第一グループと呼称することも、ある。サーモン級でも、ポーパス級と同様、外装の発射艦を装備することが検討され、太平洋戦争開戦後に、 その準備に着手したものの、全球での評判と実績が芳しくなかったことから、すでに竣工していた、スティングレー以外の艦には工事は実施されなかった。その他、環境構造の突型化改装やレーダー搭載が、順次実施されたことも、美法の大型化など、重火器の搭載の見送りも全球とほぼ同一である。美法に関しては4インチ50後継法に換装した艦もいる。 太平洋戦争開戦後は、アメリカ潜水艦隊の中核として広く活動した。しかし、ポーパス級同様が東急潜水艦やバラを、急潜水艦の各艦が大量に戦線に投入されるに及んで、サーモン級も次第に練習艦などに転用されていった。1944年10月30日に、トイミ沖で、第22号解剖艦と浮上砲戦の末大破した。 ネームシップのサーモンも含め戦没艦は皆無であり、同年暮れまでには、全艦第一戦から退いている。なお、詳細な戦歴は、各艦の功を参照されたい。ありがとうございます。